はい皆さんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです今日のエピソードでは日本の和室について話します和室ってみんな分かりますかまあ、日本の昔からある部屋ですね昔の日本の建物の中のまあ、畳がある部屋ですねまあ、実は私の大学の先生がこの和室を ずっと研究してきた。まあ、すごい先生なんですけど、まあ、その先生が研究している話も書いてある。和室について書いた本が去年、あの、できました。さっきこれを読んでたんですけど、あの、やっぱり和室って大切だなと思って、私が知っている和室についてね、皆さんになんか。 教えることことととがが話すできたらいいなと思いな思ましたそうでポッドキャスト音だけ聞いてる人はわからないと思うんですが YouTube で見てる人はわかるかなこれ和室の写真です本当に昔の、まあ、日本の和室建物は、まあ、本当にねすごくでだいで大体横に縁側っていう、まあ、バルコニーみたいなね 場所があって、その外に庭があります。で、和室は畳ですね。畳マットが引いてあります。皆さん知ってましたか？日本の畳って。で、だいたい。まあ横が90センチ。縦が180センチくらいの大きさでそれをこう部屋に入れるんだけど、この畳の引き方って実は？ 黄金比率にすごく近いんですね。黄金比率は英語ではゴールデンレシオか。そう、だからね、日本の和室って。まあ、日本人が何千年もかけて。体で考えて、それが形になった様式ですね。様式フォームですよね。まあ、日本人の多分。 考え方方方感じ方暮らし方が形になったのが和室ですまあもちろん日本はだいたい200年くらい前1854年くらいに日本の国を海外にオープンにしましたそこから初めてたくさんのヨーロッパのまあ学問アカデミックな勉強とか言葉とかあとは生活スタイルを どどどどん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 取り入れましたでまあだい100年くらい前に日本は第二次世界大戦ワールドワーツーで負けましたアメリカに負けましたよね。それから特にもう今までの古い日本の生活のスタイル和室を捨てたり日本の食べ物ね和食も捨てたりとかまあまだね 残ってるんだけどもうほとんどなくなりましたよねあと服ももう私が今着てるのも洋服で、えー、まあ、洋服の洋は西洋の洋ヨーロッパですよね洋服を着てますでも本当の日本人は和服を着ていたんですよね着物とか浴衣とかねまあ、人間の生活って衣食住って言います衣食は衣類 服、衣食住の食は食べ物住は、えー、住むっていう感じで、まあ、暮らしとか家ですねこの衣食住で、えー、生活ってできるけどもうこれが全部ね今ヨーヨーロッパとかアメリカのスタイルになってきてるんですよねだからこの私が住んでる小さいアパートにも畳はないし この家には,はないですねもう日本のスタイルはなくなりました。で、まあ、この本今私が持ってる本を作るきっかけ理由になったのがこの本の、まあ、中ですごく有名なえっ、ー、と日本では有名な養老先生っていう先生がいるんだけどでその先生が、まあ、昔ねちょっとええー 質問問といいうか疑,問疑問ですすねクエスチョンを言います特に戦争のあと日本はどんどん日本の家クラススタイル和室とか和食とか和服を捨ててきたけど特に和室ねこの畳の昔からあるこのスタイルを捨ててきたけどでもそれっていうのは。 やっぱり日本人が今まで何千年も、ね、かけて自分たちの考え方や感じ方で作ってきたこの和室を捨てるっていうのはどういう影響を今の私たちに持っているかだって今までこの和室で暮らしてきた人間がいきなりこの西洋の家に住むというのはどんな影響があるのか。 まだ誰も研究ししてててなないい分かってない初めてのことですよね。でそれが分かっているんですかってこの偉い先生が質問して誰も答えられなかったそう誰も分かってないんですよねだって西洋のこの椅子とテーブルとベッドの生活っていうのは、まあ、西洋のヨーロッパの人が また何千年とか何万年もかけて生活する中で考えた生活スタイルですよね。でそれをもういきなり急に日本人がそれを持ったらどうなるのかそれが心とか私たちの体に与える影響は何かっていうことを についてまだ誰もわかってないと思うしだけどね今までの昔の日本のスタイルがいいなって考えている日本人もやっぱりいると思います。うん、まあ私はねすごくこれは面白いトピックだなってすごく思うんですね、まあ。私のおじいちゃんおばあちゃんの家はすごく古いので畳があります。で畳の部屋って 本当ね畳だけ引いてあってあとは低い机があるくらいでんに何もないんですよねヨーロッパだったら机も椅子もあるし多分棚とかいろいろあると思うんだけどほんと畳の部屋は低い低い机だけでほんとねいろんなことに使います。食事をするるとととかあと寝る時とかあ寝 お客さんが来る時とかあとは結婚式式ややお葬式もその畳の畳部屋でやりますだからやっぱりヨーロッパみたいに机と椅子があったらこそれは食べる部屋勉強する部屋でベッドがある部屋は寝る部屋って分けて決めますよね。でも日本の和室は そうじゃなくってもっとほんと何にでも使えるような場所部屋なんですよねで大体和室にはね和室の端っこに、えー、仏壇仏様がいるあの場所があり,あります、うん、私が和室を好きなのは結構気持ちがいいやっぱり畳ってすごくいい匂いがするうん あとはやっぱり畳の机で勉強をするとすごくね気持ちがいい机が大きいのでたくさんそこに本を置いてねこう本をたくさん開けておいて勉強できるしやっぱり畳は座って使いますよねだから畳の外にある庭とか自然とこう目の高さが同じになるんだよね。 それがねなんかすごく自然となんか同じ線の上にある感じ自然とつながってる感じがして私は好きです日本はこう窓っていうのがなくって日本の古い家は窓というよりこうスライディングドアみたいなそれは紙,紙でできてるうん 窓も壁もなくって目の前に庭とか自然があるんですよねそれはね本当にすごく気持ちがいいですうん。だからまあもしね皆さんが日本に旅行に来たらそういう日本の和室があるホテル旅館とかに泊まってもいいと思うしそういうところにホームステイしたりねしてみたら いいいいんじゃないかなかって思います、うん、本当ねこれはいろんな人にあの和室日本の古い家は経験してほしいなって思います。はいまあ、今日はこんな感じで終わろうかな。うん、皆さん最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。でもし日本にいる人はこの「和室零散」っていう本はアマゾンで買えると思うので、まあ、ちょっと難しいんだけど。 ぜひ読んでみてください。いろんな先生の和室の研究が載っています。おすすめです。はい。じゃあ最後まで聞いてくれて本当ありがとうございます。またね、これからもこういう日本の文化とかね、私はすごく好きなので、いろいろ話したいなと思います。ぜひ次も聴いてください。パトリオンでサポートしてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ皆さん、ゆういちにちを。 お疲れ様でした。バイバイ。